ビーナスラジは、フィリピンの女優、ミスユニバース2010で第5位入賞。黒い髪と褐色の瞳を持つ。身長175センチメートル。スリーサイズ89から56から89。体重50キログラム。1988年7月7日、カタールのドーハに生まれる。出生名、マリア・ビーナスバヨニトラージ。父は、インド人。 母はフィリピン人で1986年から1988年までこの地で家政婦をしていた。5人兄弟姉妹の末っ子である。生後1ヶ月の時母に連れられてビコール地方の南カマリネス州バトに移る。おばによる虚偽の証言によりフィリピンの両親の元に出生と登録される。元小作農で要塞の仕立て屋である母と共に育つ。21歳まで。 ラジンは水田に囲まれた電気のないニーパーハットでできたニッパ吹きの小屋に暮らす。11歳の時家族の助けになればとミスコンを志す。水田の包みを使ってトレーニングをし、やがて独特のウォーキングを身につけた。ローカルのミスコン屋さん、ビゼンテハイスクール在学中のスピーチコンテストに出場。ビコール地方アルバイ州レガスピのビコール大学卒業。 環境天然種現象の出先機関で情報アシスタントとして働く傍ら、ビコール地方及びマニラでパートタイムのファッションモデルとして活動。2007年、フィリピン大学ティリマン校で地域振興を研究し、修士号を取得。2008年、レガスピを代表してミスフィリピンアース2008に出場。ミスフィリピンアースエコツーリズム2008を受賞。 母の生活改善の基盤とするため、賞金はローンで土地を買うのに使った。2010年3月6日、ビニービニングピリピーナスユニバースを受賞。国を代表して、ミスユニバース2010に出場する権利を獲得。また、特別賞のベスト・イン・ロング・ガウン、ベスト・イン・フィリピン・テルのミス・フレンドシップを受賞。3月29日、ビニービニング・ピリピーナス・チャリティーズ・インクは、 彼女の出生証明書に虚偽記載があったとしてタイトルを剥奪する。準優勝のディアネーレーヌ・エス・ネシオは当時17歳、ミスユニバースが要求する年齢の必要条件を満たしていないとして世界大会には第3位のヘレン・ニコレット・ヘンソンを派遣すると発表した。この問題は法廷に持ち込まれる可能性もあった。フランシス・パズア・パピカほ一名の弁護士が手弁当で 彼女のために働いても良いと申し入れた。4月10日、ブップシーは有効なフィリピンのパスポートを取得することを条件に、ラジのタイトルを復活させると発表。5月19日、フィリピンの外務省は、ラジのパスポートを発行。8月、ラジはアメリカへ飛び、ミスユニバース2 0 1 2に出場。第5位入賞。ウマガン K ンダの出演に対し、 PMPC スターアワーズ r d s 4 TV 及びアップラブガンジンガンアワーズのベストモーニングショーホスト受賞ウマガンケイガンダの出演に対しアップラブガンジンガンアワーズのベストモーニングショーホスト受賞ビジネスフライトの出演に対し PMPC スターアワーズ4 TV のベストトラベルショーホストノミネートありがとうございます